俺の名前は翔太。今は会社員をしている。これは俺が大学生で一人暮らししてた時の話だ。確か21歳の時だったかな。同じバイト先のエリカという同い年の女の子と付き合い始めたばかりの頃、大学もバイトも恋愛も充実していて楽しいキャンパスライフを送っていた。ある日なんだか体がだるくて熱を測ったら38度を超えていた。どうやら風邪をひいてしまったようだ。熱が出るなんて久々だな。バイト先には休む連絡入れたし、とりあえず薬飲んでおこう。薬を飲んでしばらくベッドで休んでいると、だんだん薬が効いてきたのか体が少し楽になってきた。今のうちに買い出しに行っておこう。そう思って俺は食料やら薬やらポカリやらを買いに薬局へ出かけた。俺は病院がとにかく嫌い。ただの風邪ぐらいで行きたくないし、何としても自力で治すつもりだった。買い出しから帰宅するとエリカから連絡があった。風邪大丈夫？ちょっと熱出ちゃって、今は薬も効いてるしだいぶ楽になったよ。私何か買っていこうか？いや、風邪うつしちゃうと悪いし大丈夫だよ。治ったらまた連絡するから。そっか、わかった。もし何か必要だったら連絡してね。ありがとう。その後ちゃんと自分で増水を作って買ってきた風邪薬も飲んだ。薬のせいか眠くなってきて布団に入ってうとうとしていた頃、あ、インターホンが鳴った。今は19時か。もしかしてエリカが来たのかな。風邪うつすから来ないでって言ったのに。でも気持ちは嬉しいな。そう思いながらドアスコープを覗くと、そこにいたのはエリカじゃない女性だった。彼女の名前はカズミさん。俺やエリカと同じバイト先の25歳の女性だ。彼女とはバイトを始めたばかりの時にいろいろ仕事を教えてもらったり、シフトが被ればたまに話したりする程度で、特別仲がいいわけじゃない。そんなカズミさんが突然家に来るぐらいだから、バイト先で何かあったんだろうか。俺は焦ってドアを開けた。こんばんは。翔太くん風邪ひいたんだってね。大丈夫？ああ、今ちょうど薬飲んで。職場で何かありました？え？ううん、何もないよ。翔太くんが心配でご飯作りに来たんだ。いや、ご飯もさっき。ここのアパート廊下寒いね。とりあえず中入れて。寒い寒い。両手に重そうなスーパーの袋をぶら下げたかずみさんは、寒そうにしながらほとんど無理やり俺の家に入ってきた。いやいや、俺はエリカと付き合ってるんだから他の女性を家に入れるわけにいかない。そう思いながらも熱があるせいか頭が少しぼーっとする。あれ、顔が赤いよ。熱あるんじゃない？ほらほら寝てなきゃ。そう言いながら強引にぐいぐいと玄関の中へ入ってくるかずみさん。俺本当に熱あるんで、かずみさんに移っちゃいますし。大丈夫大丈夫、マスクしてるし。さっき買い物もしたし、ご飯も作って食べたんで大丈夫です。帰ってください。でも明日の分とかもいるでしょ。ご飯作ったら帰るから寝てていいよ。私のことは気にしないで。ちょっと強めに追い返そうとするも、かずみさんもめげずに食い下がってくる。そして勝手にキッチンに入って持ってきたスーパーの袋からガサゴソと野菜を取り出し始める。翔太くんってしんどくても我慢しちゃうタイプでしょ。気持ちはわかるけど、こういう時は頼ってくれていいんだからね。いや、我慢してないし帰れよ。なんなら今かずみさんがいるこの状況を俺は我慢してるよ。とはさすがにバイト先の先輩に言いづらく、かといってこのまま居座られるのもつらい。包丁どこ？このボール使っていいよね。かずみさんは調理を始める気満々だ。俺はうんざりしてかずみさんを無視してスマホを持ってトイレに籠城。トイレからバイト先のチーフへ電話をかけた。それでかずみさんが無理やり家に入ってきて。なるほどな。店も落ち着きそうだし、これから家向かうからもうちょっとだけ我慢しててくれ。すみません、お願いします。なんとか助かりそうだ。ほっとしていると玄関のチャイムが鳴ったのが聞こえてトイレから出た。チーフにしては早いな。誰だろう。玄関のドアを開けるとそこには彼女のエリカが立っていた。来ちゃった。この状況は。エリカが入ってくるとほぼ同時にキッチンからカズミさんが登場。その場に沈黙が流れた。
まずい。非常にまずい。どういうこと？待って、エリカ。これは誤解で。こんばんは。でも私の方が先なのよ。なぜかカズミさんは勝ち誇った表情でそう宣言した。翔太くん、カズミさんとも付き合ってたの？違うんだ、カズミさん。ん？私何か間違ったことを言った？エリカはその場で泣き始め、俺に怒って何かを叫び出し、全く収拾がつかなくなった。エリカ、落ち着いて聞いてくれ。俺はひどい。私は真剣に翔太くんのこと。全然俺の説明を聞き入れようとしないエリカ。そんな俺たちをカズミさんは薄ら笑いで眺めているだけだった。そこに先ほど電話していたチーフがやってきた。チーフの姿を見た途端、カズミさんは分かりやすく動揺していた。翔太くん、具合悪いのに二人は何してんの？ニコリともせずに問いかけるチーフに、カズミさんとエリカは言葉を失った様子。とにかく翔太くん、いいから布団に入ってなさい。熱は？ご飯は？食べた？薬は？ああ、はい。ご飯は食べて、薬も。私帰りますね。こっそり出て行こうとするカズミさんを見逃さず、俺はスーパーの袋を指さした。それいらないんで持って帰ってください。カズミさんは悔しそうな顔をして、全部袋にすごい勢いで突っ込んで持って出て行った。エリカはその場で立ち尽くしてしくしく泣いているだけだった。翔太くんを休ませないと。君も帰りなさい。はい。じゃあ俺も帰るから、ひどくなったらちゃんと病院行くんだよ。はい、ありがとうございます。なんとかプチ修羅場は逃れることができたけど、翌日体調が悪化した。昨日よりもひどい熱と咳、それになんだか背中が痛い。さすがの俺も病院に行くと、インフルエンザだったことが判明した。10日ほど学校もバイトも休む羽目になった。そして10日後、完全復活した俺は久しぶりにバイトに復帰。だが、なぜか女性陣から冷ややかな目線を向けられている。というか、なぜかエリカとカズミさんの仲が良さそう、というよりも結託しているように見えた。翔太くん最低だよ。私とカズミさんをもてあそぼうとして二股してたんだね。私、翔太くんのことが心配で看病しようと思っただけなのに。あはーん、そうきたか。大方、プライドを傷つけられたカズミさんがエリカを抱き込んで俺を攻撃することにしたのだろう。全く俺の話を聞こうともせず、自分一人が被害者かのような振る舞いに好きだった気持ちが冷めていく自分がいた。インフルエンザだから来るなって言ったのに、わざわざ来て病人困らせた上、それ翔太くんのせいでチーフから怒られたんだけど。風紀を乱すなとかなんとかさ。そちらはどこからか俺が熱出してるって情報を掴んで、付き合ってるわけでもないのに家に押しかけてきたストーカー女のカズミさんじゃないですか。病人困らせて症状を悪化させた上に、後から来たエリカに誤解生む発言して揉めてたんですから、そりゃ怒られるでしょ。違うわよ。あれは今日先に来てましたよって意味で言っただけ。そこはエリカちゃんが勝手に誤解しただけ。瞬時にわざわざ誤解できる言葉を出せるって怖いっすね。エリカとカズミさんを除くバイトたちは主にカズミさんにドン引きの様子。そんな愛憎劇をやってみせたのに、病み上がりの俺に手のひら返してカズミさん側についたエリカにもドン引きという感じだった。エリカさん、カズミさんまたやってるの？仕事に私情持ち込んだらただじゃおかないよ。みんなの前でチーフに釘を刺されたもんだから、バイト全員が俺が正しいと信じてくれたようだ。その後、エリカは俺に冷めたらしく居づらくなったのか、バイトを辞め、恋人関係も自然消滅した。カズミさんはチーフの忠告を無視して俺の仕事を邪魔したことで、配置替えとシフトの変更を言い渡され、こちらもいつの間にかいなくなっていた。俺は変わらず真面目にバイトを続けている。みんなも変なやつには気をつけろよ。ご視聴ありがとうございました。また見てね。